はい、こんにちは。沖縄おばばです。今日はこの旗を縫っていきます。えー、なんか桜っぽいので、ここに桜の花びらをちょっと描いて、<laughs> 桜に見えるかどうかわかんないですけどね, <laughs> ね。はい、こういうふうにね、お花にしましょうね。旗の模様を。こういうふうに描いていきます。ざっとでいいですよ。 ね、ちょっとそうするとねあのー、感じも変わると思いますでこの濃いちょっと濃いめの青でこの上のこの部分を塗りましょうね見えますでしょうかねこういうふうに上の部分を塗っていきましょうね これね、下地が黒なので、後でちょっとこの、なんとかしましょうね、黒いの。あとこの2色、青2色で、この中を染めていきます。ちょっとね、影になっているところはちょっとね、濃い青で、こう、中を染めていきますね。あとはちょっとこう、薄めの青で、 こういう風に、えー、なんていうのかな、旗っていうか、ね、それをフラックっていうんでしょうかね。フラッグをちょっと書いていきますね。ちょっと、ここにもちょっと、もうちょっと青を足した方がいいですね。こういう感じでね。はい。こういう風に書いていきます。一つ一つずつ書いていきます。わかるでしょうかね見えるでしょうかねこういう感じになりました。これを全部終わらせてみますので、はい。 それでは、えー、明日はこの最後の、えー、なんていうのかな。仕上げの部分をやっていきたいと思います。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。